おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日はピアニストは半年ぶりに超難曲ラ・カンパネルノがアップでいけるのかチャレンジ。今ね噛んだんですけども、超難曲のラ・カンパネラっていう曲があるんですよ。半年前まで僕もコンサートとかしてたんですけども、まあコロナちゃんによって中止とかしてて、そっからずっと弾いてませんでした。アンプで全く弾いてませんでした。というわけで、半年ぶりに弾けるのかチャレンジしていこうと思います。で、時々ね、生配信とかでリクエストされてちょろちょろっと弾いたことあったんですけども、アンプでフルでどこまで半年間覚えてるのかやっていきたいなと思ってます。これは僕の力量を表すのではなく、大事な大事な研究成果ですので、もし下手くそでも許してください。というわけで、早速弾いていきましょう。いきまーす。
よーいしょーよいしょー、ふぅ、ふぅ、ひ、ひ、ふぅ、というわけでね、半年ぶりに弾くと、こんな感じでした。まあ、アンプは怖くはなかったんですけども、やっぱり、テクニック的にやっぱちょっとね、半年間練習してないと、やっぱこのような感じで少し落ちてしまいます。スピード感とかもやっぱちょっとね、勢いとかも落ちてしまったんではないかなと思います。だけど、やっぱ結構引き込んでた分、半年ぶりでも、まあ、ある程度しっかり練習すれば、すぐ本番にね、持っていけるようなクオリティに戻せるぐらいの状態で止まっていました。まず、何が一番問題だったかというと、一番最初のこの跳躍。これって、この跳躍っていうのは、なかなか練習では身につくようなテクニックではないんですよ。どちらかというと指を動くっていうよりも、もうこの跳躍はこの曲でしか使えないからね。この跳躍は。だから、まあやっぱこの曲を練習しなくなると、やっぱね、できなくなってました。やっぱね、結構外してしまうかなと思いました。そして、やっぱり同連打？やっぱ難しい部分は、より難しく感じるようになってました。半年間も封印しちゃうと。で、難しかったですね、弾いてて。あ、これ結構難しいなと思いながら弾いてました。ね、ほら。昔はもっと早く弾けてました。ほら、結構すぐ戻りますよね。みたいな感じで、結構しっかり練習していけばすぐ戻ります。あ、この結構難しいところも、ここは結構手の大きさで僕はカバーができたかなと思います。本当はここ結構難しくて苦手な方が多いんですけども、僕はたくさんいるのが、145で弾く人多いんですよ。それだったら難しいんですけど、僕は13で4で弾けるから、ここはあんまり難しく感じませんでした。まあ、ここは意外と弾けたかなって自分でも弾きながら思いました。次、最も難しい。ここが、やっぱね、怖かったですね。ほら、ほらほら、なるよね。ここら辺、右手ここ難しいんですよ。やっぱもうめっちゃ弾けなくなってました。ほら、こんな感じに半年間放置するとなります。まあここはね、昔から弾けなかったんだけど。結構苦手だったんだけど。まあそれ以外の、ここら辺は、まあどうにか、ここら辺は結構鳴らすとこなんで、響きがゴワーって出てくれるから、まあなんとなく弾きやすい部分です。だから例えば、ガンガン弾くのもいいけど、自分の歌いたいように歌えば、その勢いで弾かなくてもカバーできるというか。でもやっぱ無理でした。こういうやっぱね、この同音がね、苦手になってました。というわけで、ピアニストは半年間ラーカンパネラを練習しないとちょっと下手になる。だけど本気で練習すればすぐ取り戻せる。という検証結果でした。ぜひ参考にしてみてください。まあなんでこのカンパネラを練習してないかっていうと、ネズ上の CD を収めるために今そっちの曲たちをめちゃくちゃ練習してるので、ラーカンパネラとかねずっと放置してました。だけどまたねちょっとずつ復活させてより極めていきたいなと思います。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録お願いします。それでは最初はグー。
じゃんけんしないスタイルでパー。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。